今朝、札幌の地下鉄南北線の麻生駅で人身事故があり、地下鉄がおよそ2時間にわたり運転を見合わせました。麻生駅人身事故発生のため電車運休しております。札幌市交通局によりますと、今日午前7時過ぎ、地下鉄南北線の麻生駅のホームで男性が列車に接触する事故がありました。男性は足に怪我をして病院に運ばれています。当時地下鉄は回送中で乗客はいませんでした。この事故の影響で南北線は麻生駅と北24条駅の間で午前9時20分までおよそ2時間にわたり運転を見合わせました。麻生駅の代替バスの乗り場には長蛇の列ができました。またかという感じですかね。はい、ついこの間待ったんで、はい、ギリギリ間に合わないんじゃないかという感じですね。はい、南北線の同じ区間では先週月曜日にも車両のタイヤのパンクで長時間にわたり運転を見合わせていました。